万水騒動は仙台市中心部に位置する青葉区大町一の二の二にある文学館である。仙台市出身の詩人、英文学者だった土井万水が最晩年に過ごした邸宅を一般開放したものである。土井万水は1905年より旧制二校、東北帝国大学の講師を1934年の定年大館まで務め上げ、 退官後も仙台市内で過ごしていたが、1945年7月10日の仙台空襲で住居と蔵書約3万冊を失った。そこで不憫に思った万水の教え子と仙台の勇士たちが、1949年に休居後に新たな住居を建てた。万水没後に仙台市に寄贈され、万水騒動と解消し、一般公開されている。万水の著書。 写真、万水が生前愛用していたベッドなどが展示されている。庭には仙台空襲で焼けたが奇跡的に復活を遂げたヒーラギ木製の樹木があり、万水の明日付近になると白い花を咲かせる。騒動の表通りには天中城と書かれた石碑が立っている。1980年代にこの騒動の近くを通過する道路が土井にちなんで 万水通りと命名されたが、それを知った、土井の子孫が、パブリシティ県の侵害であるとして、仙台市を訴えるという事例が起きている。孫の中野義幸著仙台、万水騒動の天末詩人、土井万水旧宅敷地上等をめぐる、紛争の内幕に詳しい経緯が記されている。2011年3月11日に起きた、東日本大震災の影響により、一時、 休館していた。その後、修復工事や掛け軸、屏風などの仙台市文学館への移設を行い、同年10月8日より再開された。場所の辻その 2ABC 大町その13、万水総動。ありがとうございます。